いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。ただいま大阪府大阪市阪急梅田駅に来ております。これからプライベースに乗車して京都へ移動いたします。本日2024年7月21日より阪急電鉄初の有料座席指定サービスが導入されました。プライベースは関西の鉄道では京阪電鉄のプレミアムカー JR 西日本の A シートに次ぐ3例目の導入となりました。プライベースとはプライベートとプレイスを合わせた造語です。そして大阪梅田駅1号線ホームの先端にプライベースのオブジェが設置されています。運転開始初日にプライベースに初乗車します。今回はプライベースの車内設備や乗車の様子をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。プライベースは京都線のみに導入されました。神戸線や宝塚線には導入されておりません。大阪梅田駅1号線ホームです。プライベースの乗車駅に列車の予約状況が表示されております。私が乗車する列車はすでに満席になっております。プライベースは4号車に連結されています。プライベースの足元乗車駅です。座席の予約は専用ホームページからのみですが、当日空席がありましたらアテンドから購入することも可能です。初日午前中の列車の座席指定券は全席満席で、なんとか夜間の列車の指定券を購入することができました。座席指定料金は500円で全区間均一です。特急京都河原町行きが間もなく入線します。4号車は座席指定車両ですという表示が新鮮です。プライベースが連結されている列車種別は特急、準特急、通勤特急でございます。特急京都河原町行きの入線です。9300系にプライベースが組み込まれた編成になっております。2300系は1編成しかなく、9300系にプライベースが連結されております。プライベースに使用される車両は将来2300系に統一されます。プライベースの外観は窓下にゴールドのラインをあしらい、客室窓は座席1列ごとの配列となっております。出入り口は車両中央1箇所のみです。ただいま車内準備中のため乗車することはできません。車内準備が終了し乗車することができましたので、これから車内設備をご紹介いたします。車両中央にある出入り部です。車内は新車の匂いがしております。私は一人掛けの座席を予約しました。二人掛けの座席です。座席の配置は3列で、乗車定員は40名です。こちらはシートリクライニングレバーで、その下に読書灯スイッチ、コンセントが設置されております。コンセントは全席に設置されております。読書灯です。バッグやジャケットがかけられるフックです。片開き、両開きが可能な収納式テーブルです。スーツケースなどが収納可能な共用荷物コーナーです。
ガラスは UV カット仕様になっております。ブラインドはこんな感じです。プライベースは Wi-Fi の利用が可能です。車端部に設置されている LCD 式車内案内表示器です。車両中央に設置されている LCD 式車内案内表示器です。20時24分プライベースを連結した特急京都河原町行きは定刻通り大阪梅田を発車しました。まもなく車内放送がかかります。ご乗車ありがとうございます。特急京都河原町行きです。次は重曹です。重曹の次は浜地に停まります。 Thank you for taking the time to your ride today. This is the京都河原町行きの停車駅は重曹、淡路、茨城市、高槻市、長岡天神、桂、烏丸、京都河原町です。神戸線、宝塚線の乗り換え駅である重曹を発車。重曹駅で数名のお客様が乗車されました。千里線との乗り換え駅である淡路に停車中です。特急京都河原町行きは淡路を発車。
淡路駅でも数名の乗車がありました。茨城市に到着。駅にはプライベースのポスターが貼られ、プライベースの乗車位置には空席状況を示すモニターが設置されております。茨城市では数名が下車されました。次の停車駅は高槻市です。大阪府内最後の停車駅である高槻市を発車。高槻市でも数名が下車されました。京都府最初の停車駅長岡天神を発車。この駅でも数名が下車されました。嵐山線との乗り換え駅である桂を発車。桂でも数名が下車されました。地下鉄烏丸線との乗り換え駅である烏丸に間もなく到着します。まもなく終点の京都河原町に到着します。あっという間の乗車でした。Please make sure you have all of your belongings with you. Please exit from the right side. ご乗車ありがとうございました。京都河原町、京都河原町終点です。この電車は折り返し回送車となります。ご乗車にはなりませんのでご注意ください。車内にお忘れ物のないよう右側へお降りください。ご乗車ありがとうございました。京都河原町駅に到着しました。乗車した列車は回送列車となり車庫に引き上げます。プライベースの初乗車感想ですが、想像通り快適な乗り心地でした。そして車内は静かでした。近いうちに2300系にも乗車してみたいものです。指定席料金の500円はこのサービス水準ですと非常に安く感じました。関西の他の有料座席指定サービスも数百円でお値段以上の価値があります。また京阪のプレミアムカーは増車が決定しており、 JR 西日本の AC とはさらなる増便が検討されているとのことです。関西の有料指定座席サービスの今後に注目していきたいところです。阪急電車の新たな時代の幕開けに立ち会うことができました。9300系にはプライベースのヘッドマークが掲出されています。それでは最後に回送列車の発車を見送ってこの動画を終了させていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。